on the ice, representing Great Britain, Stephen Cousins. 22番 Stephen Cousins さん、イギリス。イギリス、スティーブン・カズンズはショートプログラム終わって6位、25歳、これが3回目のオリンピックです。4回転のジャンプを見せるのかどうか。ルッツです。3回戦、軸がきっちり。スピードをつけて。アクセル。3回転半は失敗。たった3回転ダブルトー。今年の曲は Gone with the Wind、 風とともに去りぬ。中盤でアクセル、あっとダブル。まるでダンスをしているようです。相手はシャーリン・ボーンか。たった3回転トリプルトー。
ブン・カズンズ。前半のトリプルアクセルの失敗が少し精神的に影響を与えたと思います。カナダで練習しますカズンズ、カナダ選手にもたくさん知り合いがいます。ただショートの時とは違って厳しい表情になりました。フリーです。いかんなという表情。最初のこれがルッツ、コンビネーションまでは持っていきませんでしたがきちっと降りています。中盤にかかってのフリップ、それからコンビネーションまで持っていきました。ただ本人カズンズとしてはもう一つ出し尽くしたという感じはないかもしれません。ストイコと同じダグレイコーチ、右の方ですが、そのレイコーチのもとに今練習を重ねています。ここでクーリックの談話が、速報が入ってきました。金メダルは取れるかという問いに願っている、すごく良かった、会心の演技だったのでと満足そうな顔をしていたということです。さあそのクーリックがすでに演技を終えてあと2人、今カズンズが得点を待っているところです。キャンデローロとストイコ、あと2人が演技を行います。現在のところクーリック、エルドリッジ、ヤグーディン、アメリカ、ワイスという順位になっています。日本の本田が12位、そして田村が14位です。本田が13位、田村が15位に。テクニカルメリット5.4 から 5.6。 プレゼンテーションは思ったほど伸びません。カズンズ4位、クーリック、エルドリッジ、ヤグーディン、カズンズの順、日本本田が10。